神経は生まれつきではありません。子供の将来的な競技力向上や運動習慣の継続に大きく関わるのがコーディネーション能力です。これは自分のイメージ通りに体を動かせる力のことで、プロ野球チームのジュニア選考会でも注目されています。コーディネーション能力は5歳から8歳のプレゴールデンエイジと呼ばれる時期に最も効果的に伸ばすことができます。この能力を伸ばすことで子供たちは運動を好きになり、将来的な健康寿命の延長にもつながります。近年、子供の外遊びの機会が減少し、体力低下が問題となっています。特に裸足で歩く機会の減少により、走る力や地面を踏み込む感覚が失われつつあります。コーディネーショントレーニングの基本は足の親指の付け根付近にある母子球を意識して使うことです。両腕を上げて立ち、母子球を使って連続ジャンプするなど、簡単な練習を毎日10回程度続けるだけでも効果があります。親が子供に多様な運動の機会を与えることが重要です。運動神経は遺伝ではなく、適切な環境と練習によって誰でも伸ばすことができるのです。